ございます。おはようございます。本日は名古屋とランド6オールカンファレンスですね。はい、はい、初戦がどこでしたっけ。初戦が宇都宮ブレックス。はい、で同じくグループにもう1チームワイルドベアーズ。はい、でその2戦戦っていきます。意気込みをお願いします。意気込み、はい、まあどっちのチームも強いんですけど、まあ自分らも強いんで、全力で勝ちにしたいと思います。なんか前回の反省を生かしてありますか。前回の反省、そうですね、まあ、チームとしてやってきたことは、まあ、そのまま継続して、やっていくってところと、であとは思い切って自分らの得意なプレーだったり、まあ、味方を鼓舞したり、そういった部分をしっかりやっていけば、全然ブレックスともワイルドベアーズとも戦えると思うんで、そこをみんなで意識して頑張っていきましょう。最後締めてます。しっかり自分たちの、バスケットをして、まずしっかり初戦のブレックス戦勝てるようにチームで頑張りますので、このラウンドも応援お願いします。お願いします。チャンネル登録よろしく。ちゃんと毎週スケジュール立ちまして、はい、ラウンドを実感させていただこう。どうですか。そうですね、まあ、1週間あったっすけど、まあ、チーム練習やったのは1回なんでそんなになんか戦術とか新しくしたとかはなくて、やってきたことをもう1回確認して、まあ、気持ち切り替えて、今日に向けて準備してきました。場所変えましたよ。まあ、前回入ってたやつより軽いんですよ。で、まあ、今日は気温相当高いんで、できるだけフットワーク軽く、できるだけ疲れないようにってところで軽めの場所を選びました。まあ、初戦のキーポイントはどんなところになった。初戦も2試合目もすごい強力な外国籍いるんですけど、まあ、そこがやっぱりそう平面は動けないんで、そこでどんだけ足使って得点増やしていけるかってところがポイントになるかなと思ってます。個人的にはもう変わらず、前回2ポイント割と良かったんで、そこは狙いつつ、まあ、あと、まあ、足使ったプレーでイージーな1点も、まあ、4点、イージーな1点だけで目標4点ぐらい取れたら、すごいチームとしても流れ良くなるんじゃないかなって思うんで、そこ頑張ります。ありがとうございます。八戸から1週間経ちましたけど、反省点とか改善点とかあります。そうですね、まあ、気持ちの部分でしっかり切り替えて、まあ、いい意味でまた、まあ、ゼロからというか新しい、まあ、試合スタートするという気持ちで臨むのと、まあ、チームとしてやっぱ小さいんで動き続けてプレーするというのをこの1週間結構、まあ、詰めてやったので、それをしっかり試合で出せればいいかなと思います。どうやって勝っていきます。やっぱ相手大きいんで、運動量のところで、まあ、相手の足を疲れさせて止めて、まあ、そこで自分たちのペースをしっかり持っていければチャンスはあると思うので、そこ頑張りたいと思います。じゃあ頑張ってください。おいっす。ありがとうございます。蓋としては、はい、今回氷入れる初っすね。どうですか。まあ、まあみんなと練習たくさんしてきて、まあ、やることやるだけなんで楽しみます。個人的にはどんなプレー具体的にしてくれますか。まあ2ポイントだったりとか、あとは、まあ、カッティングと、まあ、みんなが走り込んでくれれば、たくさんいろんなパスを出せればと思います。相手両チームとも大きい選手いますね。はい、逃げます。戦わないです。正解かもしれない、はい、もう戦うのは任せます、みんなに。まあ、そこをどう切り抜けられるかが、まあ、自分のプレースタイルでもあると思うんで、勝てるところはいくらでもあると思うんで、そこにこだわって勝てればと思います。頑張ってください。頑張ります。お久しぶりです。ちょっと、はい、前ラウンドはまあ行きませんでしたが帰ってきました。え？ああ、まあまあちょっとプライベートのね、いろいろありまして、はい。ちょっと本当に久しぶりっすね。で、まあでも別に気持ちとしては常にこう戦っては。来ました。はい、初めて公式戦やると思うんですけど、木村選手と、ああはいはい、どういう風な連携を取っていきますか。いや、もうリュークさんはファンタジスタというか、はいもう、まあ、自分が動けばもうそこにパス出してくれるんで、まあ、今日は本当にかなり秋田らしいプレーを出せるんじゃないかと思うので期待しててください。その中で両チームとも大きな大学生、はい、
そうですね、やっぱり、まあ、自分が結構大きい選手つくと思うんですけど、まあ、ディフェンスはもう、まあ、ある程度しっかり頑張ってでも自分のところでやっぱ2決めるっていう決めまくるしかないんで頑張ります。ありがとうございます。チャンネル登録、チャンネル登録。ランドに比べたら本当ボール動いてたし、あれオフェンスもうまくスムーズにできてて、でも風があるから2ポイントのところとかもうそこは気にしなくていいし、だけど1個だけ絶対負けちゃいけないのがやっぱリバウンドのところのルーズボールでしっかりボックスしてるのにまた入られてやっぱリバウンドを取られるとか、やっぱそういうのが1本がやっぱ本当1点がどんどん積み重なってやっぱ点差開くから、そこはやっぱ練習とかじゃなくてもう個人のやっぱ問題だから、そこはもっと次絶対埼玉チャンスあるから、そこをもっと体張ってリバウンドのところせっかくいいボックスできてるのに取られたら頑張った意味ないから、もうそこは人に任せないで自分でしっかりボールを取りに行くっていうのがもうやっぱ大事だから、もうそれ以外はもうすごい良かったと思うし、本当そこの部分リバウンドのとことかルーズボールのとことか、あとはまあ何回かそのスイッチミスあったけど、まあ、そういう相手のオフェンスが上手いところもあるから、そこはもっと中でやっぱコミュニケーションを取る練習をこれからしていけばいいと思うから、まあ、全然普通に良かったと思う。アタックしてるミスだからみんなこれも含めて、だからもうそれはもうアタック続けるしかないし、あと言ったみたいにリバウンドルーズボールは見れるかも。でやっぱファウルの使い方はでも前半ちゃんと我慢して後半で使えたっていうのはコントロール良かったと思うから、多分次もそういうファウルゲームになるケースはあるから、結構やっぱベンチが声出せちゃった。得点は1点と2点。このフラーはショットクロックです。チームスリーワンツースリー、ちょっと休んで、チャンネル登録よろしくね。お疲れ様でした。どうしよう。まず、負けましたけど、まあ、まずというか。そうですね。まあ、内容としては、良かったし、まあ、本当勝つチャンスはあったんですけど、やっぱりこう、リバウンドのところ、まあ、ボックスアウトしてるけど、取られちゃうみたいなところが何本かあって、やっぱそこら辺が、もう あと一踏ん張りできなかったっていうところがちょっと、勝ちきれなかったっていうところであったんで、
まあ、でも逆に言うとそこさえみんなが徹底できれば多分本当に勝てるチャンスあったと思うんで、次ちょっとそこを、まあ、結構早めのまた次試合ありますけど意識して頑張ります。個人的にはいい点悪い点どんなところでした？まあ、そうですね、あんまりシュート入んなくて、まあ、まあそれはもう風があるんでしょうがないんですけど、まあ、あともっとリバウンドっすね。まあ、得点は井出さんとかエスさんとかめっちゃ取ってくれてたんで、まあ、ディフェンスとリバウンドもっと自分が頑張らないといけないんで、そこを次もっと頑張ります。頑張ってください。おはようございます。どうでした？まあ、すごい、まあ、今までのラウンドに比べたらなんていうんだろう、チームとしてすごい戦えたと思うし、なんか秋田の、まあ、やりたいバスケっていうのがすごいできたと思います。どんなところが良かったですか？ボールすごい動かしてみんなでどんどんドライブ行ったりとか、まあ、ディフェンスのところ体張ったりとか、まあ、すごいそういうところがやっぱなんだろう、技術では勝てないけどやっぱそういうところでやっぱ勝って、まあ、試合にも、まあ、勝てるようにやるっていうのが秋田のスタイルだと思うので、まあ、そこはすごい出せたかなって思います。次もインサイド結構ゴリゴリ来ると思うんですけど、どうやって戦ってますか？まあ、今の試合のちょっと反省点として、まあ、すごい体張ってやれてたと思うんですけど、例えばその頑張ってボックスアウト したけどその後に、まあ、もったいなくリバウンド取られちゃったりとか、そういうところもまだ少し改善するところがあるので、次はやっぱそのしっかりボックスアウトした後にリバウンドまで取る、やっぱそういう細かいところでやっぱ1点取られるときついので、まあ、そこの1点を減らしていけば埼玉は絶対チャンスあると思うので、そういうところを頑張っていきたいなと思います。頑張ってください。はい、ありがとうございます。